鍋倉城は岩手県東野市に存在した日本の城、別所、東野城。城跡は市認定、東野遺産に認定されている。鍋倉山に本丸を築き、猿ヶ石川と早瀬川を、外堀、大内川を内堀とした。寛永四年、八戸忠義が横田城を改修して、鍋倉城と改め、最高所本丸としその南ににのまる、東に、 三の丸が廃された。鎌倉時代初期より、阿蘇沼市の本拠であった横田城は、洪水の被害に遭いやすかったため、天正年間の初めの頃、阿蘇沼広里が、横田村の横田城から鍋倉山に、新城を築いて移り、急居城の名前を継承して、横田城と称した。一日市長と高里にあった六日町を移転させて、城下の町屋の中心にしたと言われる。 天正18年、小田原府山によって、阿蘇沼市は、領主権を没収され、南部市配下となり、天正20年、所城破却令には、横田派、信長を抱え大関区の兵様の助とあったが、慶長5年の阿蘇沼一族内交によって、東野は南部市の領するところとなり、破却は免れた。阿蘇沼市の丘漁のうち、横田城代として内陸部を上の、 平清水漁師を治療させ、海岸地帯を、大土氏、田瀬を、江差師に分治させた。城代の平、清水氏は、源奈元連慶師し、ついで、上野氏が同七年に病死すると、当の武行の決まない三左衛門を、横田城代として赴任させたが、治安の乱れが続いたため、南部都市直は、官営四年、治安維持と仙台領との境目警護を理由に、八戸忠義を、 八の根ね城から横田城へ、六国を落として、領内の独自の裁量権を認められて入部させて、横田城を修復して、鍋倉城と改め、東城を領内統治の拠点とした。城下町は横田村地内に形成され、通称、東の城下と呼ばれたが、一国一条例以降は、城ではなく館の故障が正式であり、1804年の豪村古見見分紀では、 洋街屋敷平ぐに横田村等のとされていた。明治2年に廃場となった。現在は鍋倉公園として整備されている。ありがとうございます。